すべての遺伝子組み換え食品医療上求める署名は今年で2年目になります。で、あの 私が所属しておりますパルシステム東京という生協では、今年はあの全あの組合員をあの対象にして職員もみんなで一緒に集めました。で、あの署名、あのこの遺伝子組み換えというものが、あの表示してあるものというのがとても少ないものですから、あの署名をお願いしたときに、あの私は表示をちゃんと見て買っているので遺伝子組み換え食べてないですという方が実はたくさんいらっしゃったんですね。それで、いやそんなことないんですよ、実はね私たち知らずに食べてるものがあるんですよ。え、そんなものがあるんですか、どこに入ってるんですかっていう、そういう声が本当にたくさんありました。豆腐、納豆、豆乳など一部の食品にしか表示がないため、こうした食品に遺伝子組み換えでないと書いているのを見て安心してしまい、表示義務のない食品もあるということを知らずに、遺伝子組み換えとは書いてないから大丈夫だろうとほとんどの日本人が勘違いをしてしまって大量にこうした食品を食べています。特別な知識がある人以外はわからない。こんな表示の仕組みはおかしいですよね。貿易の技術的障害 TPT 条項ですね。で、ここでも TPT 委員会を設置し TPT ルールの設定や見直しなどを行うと規定しています。ここでも利害関係者に基準設定にあたって意見を提出する機会を与え、その意見を考慮し政府機関による強制規格、任意規格および適合性、つまり安全性ですね、安全性評価手続きの作成に参加することを認めると、とんでもないことが書いてあるわけです。強制規格および適合性評価手続きの結果については他国のものが自国のものと異なる場合においても、それらが同等であると認められる場合においては受け入れること、こういう文言だけではなかなか内容が具体的には分かりにくいんですけれども、先ほどお話にありましたアメリカが、この遺伝子組み換え食品表示について、まあ、実は各あの表示制度がありませんでしたから、各州ごとに、早いところはバーモント州が、今年の7月1日から遺伝子組み換えの表示を義務付けるとやってたわけですね。